幻想的スケルツォ作品3は、イーゴリ・ストラビンスキーが1908年に作曲した2つ目の還元楽曲である。ストラビンスキーが1907年に、妻のエカテリーナと一緒に読んだモーリス・メーテル・リンクの、すがるの生活に霊感を受けて作曲された。1907年夏に作曲を開始し、1908年3月30日に完成した。当時、 ストラビンスキーの指導者であったニコライリムスキー・コルサコフは自筆譜を越読して褒めていたという。しかし、初演より前に死亡してしまったため、実際の演奏を聴くことはなかった。1908年の4から5月頃に、ストラビンスキーはこの曲をアレクサンドル・ジロティに見せた。ジロティはこの曲に興味を持ち、自分の演奏会で上演するために、ユルゲンソンから出版した。 曲はジロティに検定された。初演は1909年2月6日にサンクトペテルブルクにおいてジロティの指揮するマリーンスキー劇場管弦楽団によって行われた。この演奏会はストラビンスキーの経歴において最も重要な出来事となった。セルゲーディア・ギレフに見出されたからである。9日後にはモスクワでも演奏された。 1930年に改訂版が作成されている。1917年1月10日にレオ・シュターアーツの振り付けでパリオペラ・ザ・バレエ団によってバレエ、スガルという題名でガルニエグーにおいて上演された。メーテル・リンクは台本の著作権に関して訴訟を起こした。ストラビンスキーは訴訟に悩まされ、後には幻想的スケルツォがメーテル・リンクの スガルの生活に着想を得たことすら否定するようになった。初版の楽器編成は以下の通りである。ピッコロ、フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネットさんファゴットにコントラファゴット、フォルン4、トランペット二、アルトトランペット、シンバル、チェレスタ、ハープ三、弦5部。チェレスタや3台のハープを含む大規模なものであるが、トロンボーンとチューバを使わず、 打楽器はシンバルのみという風変わりな編成になっている。トロンボーンを除いたのは公共曲でトロンボーンを使いすぎたことをリムスキー・コルサコフに注意されたためかもしれない。演奏時間は約15分。大まかに三部形式をとっており、働き鉢の演奏活動や葉音を連想させる慌ただしい音景が特徴的な第一部と、 第三部が穏やかで叙情的な中間部を取り囲んでいる。作曲者が否定的だった出版部の序文によると中間部は女王蜂の婚礼とオス蜂同士の決闘等を描いているという。より伝統的で中作的な性格の濃い公共曲変補町調に比べると自由な相違と伸びやかな筆致が見出される反面より印象主義的でより不協和な 花火に比べると、音楽古法はまだ19世紀ロマン派音楽の延長に止まってはいる。いずれにせよ、ハープやチェレスタを含めた大規模な楽器編成の巧みな操作、文字通りに色とりどりの鮮やかな音色、拡張された調整と自由な半音外技法への傾斜など、伝統から離れて個性を見出そうとする傾向が現れている。また、着想や題材、表現において、 早くも国民学派のしがらみとの決別を試みている点も見逃すことはできない。ありがとうございます。